近年 ICT の技術が目まぐるしい進展していく中で、地域の事業様からにとってこれからの導入あるいは活用大きな課題だと思います。今新型コロナウイルスの関係の中でそのニーズはますます高まっているような感じもいたします。感染防止に向けては非接触ですとか非対面ですとか、それに向けてデジタル化オンライン化、そういったようなものをですね、どうやって適用していくのか、企業の皆様からすると、今の窮地を乗り切るための、ビジネス変革ですかね、そういったようなものに我々は全力で取り組みたいというふうに考えています。